なにこれ。なにこのマスク。ポピースをしたかったんだけど間違えて変なボタン押した。はい、猫キャットさん、お化けありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよね、今日はやってました。 SNS 更新デーだったような気がします。ダーさん、かわいい、ありがとうございます。ニコラスさん、帽子ありがとうございます。帽子イエーイ。これかわいい。はい、最近はですね、インスタの写真がないないです。全く持ってないので、撮りに行きたいなって思ってるんですよね。なんですけど、まあ行く機会はマッシンということで悲しきかな。まあ私の行ける日に行きたいと思います。もうぶっちゃけインスタも自己満みたいなイメージっていうか、あの雰囲気なんですよね私自分が載せたいから載せるみたいな感じなんですよね。どこ行こっか。え、どこだろう、わかんないですけど、まあでもどこ行くのだと思いますきっとどこだろうな。まあ行きたいねって話してるとこあるので、行きたいねって話してるところに行くと思いますね。まあ私がどこに行ってよって載せることってないんじゃないですかね。場所はあんま載せないので、バレちった時にバレちったって感じでございますバレちゃったらしゃあないけどみたいな。うん、でもなんかあんまりにもカフェ多すぎて、私のインスタ見たら分かると思うんですけど、食べまくってるんですよねずっと食べてる写真しかないので、食べてない写真をそろそろ撮りに行きたいなって思ってますけど、どうなるかなって感じです食べ過ぎなんですよね。食べ過ぎなのです。メンバーは事業浜の砂浜で撮ってるの多くない？は流行ってんじゃないですか？あの夏でしたし、知らんけど流行ってるんじゃないでしょうか。私も行ったことありますよ、海海に行ったけど、砂浜をちょっと歩いて帰りました。え、砂浜の写真って載せなかったっけ、インスタに。やめなのかな、載せるの。ね、去年のめちゃめちゃ昔にマリノアかなの写真を載せたと思うんですけど、これはもうマリノアってバレるからマリノアって言っちゃう、マリノアの写真載せたんですけど、そこの行ったのと同じ日に撮ったんですけど、載せなかったんだねきっといつかな、これ1月、もっと昔だね、8月とかだから行ったの。これ11月、まだ撮ってるかな、消してるかもしんないよね普通に。いつ行ったっけ、これ何月載せてる、私7月載せてるってことはもっと6月とかに行ったのかな。フラワリです。あ、そうなんですけど、すいません。嫌ですか。猫キャットさん、馬ありがとうございます。もう少ししたら紅葉見に行こうよ。紅葉ね、紅葉の名所とかありますか、福岡に。山とかがねあれば。
清水寺がさ綺麗じゃないですか、紅葉って。だから清水寺行きたいですね、見に行くならって感じかな。あー消してるな、これは消してる消してるね、絶対ないね。あーじゃあなんか気に食わなかったのかな、なんでかわかんないですけど、もうなかったですそう写真撮ったけど載せなかったんだね私。厳しいチェックから漏れまくってダメだったんでしょう。なったなったんでしょうねきっと。まだちょっとさ髪の毛乾ききってないんですよね。そうなんですけど。結構昔の写真懐かしいなって思いがちですよね。気になる髪の毛のなんか微妙に濡れてるのが。でも私あんまり行かんかも、紅葉見に行ったことないかも人生で一回も。あんましそこに興味がないというか。めっちゃめっちゃ紅葉見たいって思ったことないかもしんない。桜をねなんだっけお花見することってあるけどないかもな。伊藤釜さんバラありがとうございます。必死にプロダ探したけど見つからんかった。絶対私載せてないと思います。私も記憶がないし、載せてないと思いますそうだからお花見もよくわからんぜ。マジですか。私結構好きだな、普通に桜が好きなだけかもしんない。まあ意味わからんって人はいるだろうね、花見てるだけだし。結局行きたきゃ行きゃいいと思うし、行きたくないなら行かなきゃいいと思う私は割とお散歩にお花見ができるところを選ぶとかがあるかな。そんな花見のために出かけたことはあんまないけど、紅葉見に行こうよ。だから行かんって言うとるのに話聞いとった今ずっと。私結局行かんなって話したんだけど、何も伝わってへんかったわ、悲しい。やばいわ髪めっちゃ伸びてる。幕末を絡めたこういうならどうよ。うんって感じやわ。まあなんだろうねそんなそんなかな、そこまでのパワーはないかな。ていうか別にいいやん、行っても行かなくても。わからん、私が行きたくなくてもさ別に一緒に行こうと思ってたメンバーが私もみじめっちゃ見たいんだよねって言われたら、全然行こっかじゃあってなるよだからどっちでもいいなって思っちゃうな。なんでもいいな。多分紅葉見に行こうよっていうダジャレを言いただけないよ。ダジャレ？ああそういうこと？わかりにくいのよ。わかりにくいのよ。かっこダジャレって書いてくんなきゃわかんないのよ。そういうこと？ずっとそういうことさ。
何、普通に紅葉の写真が見たいのかと思ったんだけど。ダジャレなの？そういうこと？やだ、恥ずかしいんだけど、普通になんとも思ってなかったんだが。はずいわ、それは。さすがにそれははずいわ。言ってよ。言ってよ、ダジャレだって。はず。やばいわ、はずいわ。てれてれ。だからとりあえず、まあじゃあそんなね、皆さんは別に見たくなかったっぽいですけど、紅葉でもいいけど、なんかしらのあれはしたいな。その景色というか食べ物以外の写真を載せたいなっていう気持ちはすごいある。でも難しくない？インスタ結局どうしたらいいんやろって思っちゃう。そしたらそうで、結局自己満なので、私のインスタは意外と自分的に、あ、いいやんと思った写真を撮りに行けたらいいな。そしてたまたま皆さんにお見せするって感じです。だって私自分でインスタ鍵垢にしてもいいよって言ったら絶対鍵垢にするもん。絶対鍵垢にする。それくらい普通にメンバーしか見えない風にしたくなると思います。そう、ゆかりんさん、ハート100個ありがとうございます。文字コレトロに来てください。そのそれでさ、私が、あ、皆さんがいるなら行きますか言ったらダメやろ。そういうこと言われるとね、行きにくくなっちゃいますよね、ちょっと。まあ行きたいと思ってたんですけど、ちょっとってなりました。トールさん、コンパクトありがとうございます。ニコラさんもハートありがとうございます。失礼しました、電池がなくなりました。あれ聞いちゃったけど、ニシプーさん、リボンありがとうございます。止まっちゃいました、テレ。あ、ニコラスさん、ハートありがとうございます。食べ物以外なら空とか海とか、そんな壮大なとこに行く、私ヘリコプター乗って写真とか撮るのかな。ヘリコプターかスキューバダイビングをしながら写真を撮ればいいのかしら。でも難しいですよね、食べ物が一番さ、やっぱりやりやすいというか。ただの魚さん、かわいい、ありがとうございます。ピナちゃんがよく持ち子でカフェ巡りしてるよ、いいやん。私は別に持ち子に行きたくないって言ってるわけじゃなくて、まあいっか、説明しなくても。まあそういうわけじゃないんで、別にひなが悪いよねするっていうわけじゃないと思う。そんな小学生みたいな話はしてないと思うよ。ドローン買う？私そこまでチョロの写真に興味がないから買わないと思います。幸せよ。でもなんか食べ物多すぎてさ、なんか私毎日いっぱいご飯食べてる人みたいで恥ずかしくない？ちょっと恥ずかしいじゃないですか。だからそろそろ食べ物じゃないの載せたいなって思ってるんですよね。K さん、かわいい、ありがとうございます。103日、ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。103日でございます。わーい、わーい。ありがとうございます。メンバーのインスタって景色少なめじゃない？興味ないんじゃないかな。そういうことじゃないでしょう。ゴキャットさん、拍手ありがとうございます。ニコラスさん、拍手ありがとうございます。ニコキャットさん、コンパクトありがとうございます。白熊さん、拍手ありがとうございます。大阪のターサさん、ブラボーありがとうございます。トールさん、かわいい、ありがとうございます。トートイモありがとうございます。
ね、だから何が言いたかったんだっけ。まあ写真でなんかどっかねいいとこないかなって思ってるんです、探し中です。あとめっちゃ欲しいものが増えまして、そういうの欲しいもの買おうって思ってるんですよね。ですよね。何でしたっけお話し会の。12月19福岡、1月9かも。なるほど。ふむふむでございます。ニコラスさん音符ありがとうございます。猫キャットさんリボンありがとうございます。わかにゃんは福岡は劇場だっけ。わかんないです、ごめんなさい、ちょっとそこわかんない。私福岡の会場劇場なんだ、へえ、全然わかんない。ごめんなんだけどマジで全然わからない。全然わかんないんですけど、でもわかんないです、そんなのかもしれない。趣味やね、ワクワクみたいな、ワクワクでございます。そういえば皆さん、私が本日載せたインスタグラムと対してくれましたか、見てくれましたか、どうですか、見てくれましたかね、どうでしょうか。皆さん見てくれるだけではちょっと困るんですけどね、見てくれた上にいろいろやってほしいことあるんですけど、で TikTok はいいねとコメントとあとシェア、やっぱりツイート的なやつもやっといてほしいんですよね。皆さんよろしくお願いします。くださーい、お願いします。すいませんそれまですいませんって感じです。はいすいません、ほんとせかされる女でいつもせかされてばっかりすいません。猫キャットさんいいねありがとうございます。あれまだあのあれを出してあれを押してって、すいませんほんまに、そのいいんですけどすいません、ほんとにお顔があーこんちだな無理かもみたいなこと思ったら絶対できないんですよね。まあとりあえず私頑張るので、まあやったら皆さんちゃんとしてください、お願い、願っておいたのできっと皆さんがしてくれることでしょう。たれき本願、たれき本願女でございます。なんかねインスタとかねあれなの、私誰がどういう人が見てくれましたみたいな人がありまして、私を見てくれた人の数と私をフォローしてないけど必然的に私のことフォローしてる人で見てくれた人の数も私をフォローしてない人の方が見てくれてるんですよね。そうなの、じゃあ私のフォロワー数の2倍くらいなのかいんですよ。そのね2倍じゃないくらいの人数だったりとかしたりするときでも普通になんか50何パーとか60何パーとか、これはね皆さんフォローしてるけど
見てないって人がいるわけの。配信に来てる皆さんはちゃんと見てください。わかりましたね。見るだけ満足してます。あ、できるなら見るだけじゃなくてコメントとかいいねとかしてくれると、してくれるとっていうかしてほしいんですけど、よろしくお願い。基本的にいいねと思ったものにはいいねしなくていいと思ってるんですけど、でもやっぱちょっとね、なんかこうね、でまあこればっかりは、まあ見たらいいねしてほしいなと思います。いいねと思ってなくてもわがまま女だわ。わがままで申し訳ない。そう、まあ別にいいですよ、いいねもしなくていいんですけど。そうだったら言わないでほしいなって感じいいねって思わなかったからいいねしませんとかそういうのはまさにです。え、やっぱちょっと悲しいなありますね。拗ねてる、そう拗ねてるから、拗ねちゃうからやめてくださいいいねしてほしいです。よろしくお願いします。わら皆さんとりあえずいくらしてほしいっす。ぶっちゃけ確かにコメントって打つのめんどくさいし、いちいちこんななんかどれにしようかなみたいな、じゃあツイッターでシェアするかとか、いいねといいねくらいまでしてほしいなって感じですかね。分かるんですよ、コメントってめんどくさいよね、考えなきゃいけないし、それでなんかさ可愛いとか送ってもなんかちょっとありきたりかなみたいな思うじゃないですか。だから分かるんですよ、めんどくさい。まあとりあえずいいあれもしてくれるといいなって、コメントとかもしてくれるとかお願いします、お願いします。すごい多かったんですよ、後で返そうと思ったんですけど先にあれです、食べ方ずつ食べましたコメントなんかさ、なんかえそんなことコメントするみたいなコメント来たりした時にどうしたらいいか分かんなくない、私それにもいいねするのかなって思ったら、全部にいいねするのってなんか違うな、味が減りません、全部にいいねされたら、あみんなにしてるんだみたいな感じ。そうなんか全部にいいねはしたくないなと思っててありますけど、いいねのなんか価値減っちゃうかなと思って、私はしないと思います。あの例外なく一つ漏れなく全部見てるんで、今ここで全部読み上げてもいいくらい全部見てるんで、あの大丈夫だと思いますよでもかな、なんかはい、でも全然見てるし、いいねが来なかったらコメントしてくれないんですか。ピエンピエン、うん、なんだろう、まあ、私は全部にいいねしてほしいと思ってるんで、すごいわがままなんですけど自分の分は全部いいねしてほしいと思ってるんですけど自分のには全部いいねしてほしいけどみたいなただいいねっていう感じの関係マジされて、自分のには全部いいねして、でも私はいいねしないひどい、1個の投稿で 10個ないくらい返してるよね、結構返してるかな、いや返してない、前回は前々回は返してない、あ返してない、返してないわ全然時々返ソフトクリームのやつはだからそう私が返すと決まるからコメント見てるよ、いいねしないけど全部見てるから、同じコメント全然あれですよ、もう少し右側にずれてコメントね、私は今コンタクトがないので何も見えないから、皆さんのコメント一個も拾えなくなって、そうそうだから、そうで、なんだっけ、コメントの話だ、でこのミルフィーユがねすごい高さがあるからコメントが来てたんですけど、でもこれ、付属でここには載ってるんです、写真にはないんですけど、当ててふきふきしてからこの子1個持って、あの上手に頑張ってきれいに食べるっていう美味しかったんだよね、これ本当に結構昔に行ったんですよ、服から分かると思いますけど、お前ってネタ考えなくていいよ、普通のやつでいいよ、なんか質問でもいいしのかな、私は結構コメントねできるタイプなんですよ、推しメンのコメントをしてって言われたら、あの全投稿にコメントできるくらい、結構コメント困らないタイプで、なんかいろいろね、
なんだろう、いっぱい歩きオタクだからいっぱいね出てきちゃうんだよね。そうでも全然いいんですよ。そう21時57分で、そうですね、58分になったら見ます。大丈夫、私もインスタ見てるから上に飛びて、あと 5% しかないって怒られた。かわいそうでございます。でもインスタで探せば見つかるんじゃない、わかんないけど、私載せないから見つけたかったら見つけ、見つけたからこのお店をインスタで見探そうと思ったら絶対探せると思います応援してます、あなたの一活を見てるからわかるって言ってんじゃん吉坊さん13、12、中さんありがとうございます。11位、チェンさんありがとうございます。9位、渡村幸子さん、白熊さん、ありがとうございます。6位、ダーさん、ありがとうございます。5位、ニシプーさん、ありがとうございます。2位、ニコラスさん、ありがとうございます。1位、ネコキャットさん、皆さん、ありがとうございます。イエーイ。何したっけ、このランキング、ランキング忘れちゃったけど。ああ、そう。別に全然、面白いこと言って滑るよりか、普通のこと言って。普通に何でもいいので、ぜひ。なんかあったらしてください。とりあえず見てほしいですね。じゃあ皆さんまた明日配信します。バイバイ。あーいてててててて、はい、何回もコメントしてもいい、何回もコメントしていいよありがとうございます。じゃあ皆さんおやすみなさい。また明日ね。バイバーイ。あー声